ありがとうございます。どうも、ちょっとクジラ勉強させてください。はい。今切ってらっしゃるのはそれは？あ、これはね、塩クジラ。クジラの脂身の、はい、この塩漬けすることによって、まあ、黒くなってるけど、このように脂が乗ってるのはなかなか少ないんですね。これどうやって食べるんですか？これはもう、簡単に調理するのは、まあ、フライパンの上でもいいですので、フライパンの上で焼いてですね。はい。焼いてるとこの表面に塩が吹いてくるんですね、はい、その塩をあの焼いた後に、はい熱湯でさらしてもらうんです、はい、熱湯の中とかをつけていただいて、はい、まあ 2,3 分でもいいですけどつけていただいた後にあとは揚げてそのまま酒のつまみとか最高っす、お茶漬けで召し上がって最高です。他にこのケースの中入ってるのはこれは？あ、これはもうお刺身とか召し上がりますね。これがうねって言ってクジラの喉下からの中にかけての箇所ですね、はいはい、あとはパクヒロというこれはもう形のままですけど、はい、クジラの腸です。へえ。これもスライスして生姜汁なんかで食べてください。うまいですね、うん、あと変わったやつですとこれが胃袋、それからクジラのこれがあのベロ舌になります。本当ですか、うん、なんかクジラステーキとかで出てくるのは、あ、このクジラステーキとかやったら、まあ、赤身になりますね、こういったやつ。わ、すごい綺麗、うん、こっちに行くほど、まあ、お飲みになってきますよね、油がよく乗ってきます。あ、逆にマグロは腹ですけど、まあ、そうですね、クジラはおっぽ肉にしたがって筋肉が発達しているところが一番油が乗ってるんですね。あ、うん、まあ、そうです。一番おすすめはどれですか？やっぱお飲みですね、うん、この風に油が乗ったところ。まあ、クジラも肉です。肉、脂が乗って美味しいんですね、はい、焼いても美味しい、刺身も美味しいです。ここ大橋通りでしたっけ？え、何でしたっけ？市場の、柳橋市場ですね、はい、柳橋の今もなんか残る昭和の商店街という感じですね、はい、すごいです。なんか築地の場外みたいな感じ で、 でも置いてあるものがもうビチビチの新鮮で、そうですね、もうびっくりしましたね。料理屋さんからまあ一般の方がよく入れ来られますね。珍しいもの探しに来られてくる。ちょっとおまけということで美人のお母さん。あらら美人のおかみは、はい、あちらにおりますけど私が映ったらもうちゃんとアウトになるが、というわけであのスースだからスースを映してあげて、いや、まずね、今からの先だ。いや、まず博多美人、あら、まあ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。